実はですね、大事なことをいろいろ忘れまして、戦後75年の間、日本人に忘れてしまった。実はあの自分の宣伝なんですけど、今度新しい本が出まして、出るんです。これはあの長州藩の白石一郎のがいかに、幕末の時に生き方をしたかということで、日本の在外人に対する注文みたいなことになっているんですよね。私はあの実はこの問題を、取材し始めまして、もう一つ沖縄に住んだと申し上げましたけど、その時に考え方がですね、こう変わったんですね。皆さん、反米、親米、反中、親中って言葉を使います。保守の方は反米保守、親米保守と言います。私は親日保守にしたんです。日本にしっかり軸足を置いて、まず日本を考える。日本がどうなればよくなるのかということを、違うのかということを考える。それを考えた上で外交を重視にするよと思うんですね。外交外交って言って、グローバルグローバルっていう世ばっかりやってますとね、ルールがなくて、いい側ばっかりしてると国は滅ぶと思うんです。日本の伝統文化を守らなければいけないし、日本語も守らなければいけない。先ほど白鯉の話をしましたけれども、子供たちが中国語の勉強を始めている。こんな恐ろしいことはないんですよ。大体僕は個人的には子供たちが英語を知ることも反対なんですね。満足に日本語も喋れないのに、漢字も書けないのに、まあそこからでしょう。だから僕は日本人なのに親日っていう言葉を使うのは嫌ですけども、あえて親日保守でありたいと思っています。でもう一つは幕末、攘夷がありました。攘夷戦、下関戦争もありました。あの時にですね、長州藩が連合艦隊、イギリス、アメリカ等に惨敗しました。その時の講和交渉に至ったのは高杉晋作であります。で、イギリス軍が長州藩に出してきた条件、講和の条件っていうのは彦島の譲渡なんですね。彦島、当時は引島って言いました。今彦島ってあります。あの福岡の酒です、下関の酒です。これをよこせと言ってたんですね。で、高杉晋作はこの時に通訳したのは伊藤博文なんですが、伊藤博文が明治になってから回顧録を書いてまして、そこの回想録にですね、この交渉の話を書いてるんですね。イギリスはこう言ってきた。で、我々は断った。高杉も断った。もしこれを受け入れていれば香港と同じようになってるんですよ。どうなるか分からなくて怖かったけれども、断っていれば。で、これが長州藩だけです。で、対馬も幕末の頃ロシアが攻めてきました。あれですね、皆さんが松下山塾の人たちも中心になりましてね、ロシアを追い出そうとした。ところが幕府は乗り気がなかったんですね。で、イギリス軍が力を貸してロシアを追い出したんですね。ロシアは対馬を植民地化して拠点にしたかった。あのさっきの地図見ると分かると思います。イギリスもそうだったんですね。で、イギリスはこれやばいというのを乗り出して対馬を追い出したんですね。それで対馬は取られなかった。幕末の頃というのはイデオロギーを抜きにして日本の国を守るという意識では右も左も全員が一つになっていたんではないかなと思うんですが、今は全然違いますよね。それが悔しいです。だから僕は親日保守でありたいというふうに思っているのであります。まあ、これだけちょっと追加させていただきたいと申し上げました。質問です。はい、質疑応答お願いします。外国人に対してですね、土地が、外国人が日本の土地を買えないようにすべきである。これは前から私たちが言っている言葉であって、ルールを作りましょうと。で、一部にですね、自民党案として、維新ですね、案があるんですけど、なかなかうまくいかない。自民党案は自衛隊の施設の周りは規制しましょうとか、限定的なものなんですね。でも本来はそれだけではなくて、原発の周りもそうですし、飛行場の周りもそうですし、から発電所の周りもそうです。もちろん自衛隊の施設の周りもそうですというふうに、詳細にルールを作る。で、外国資本が、アメリカの場合は大統領がノーと言えるんですね。で、実際にオバマ大統領はノーと言ってるんです。中国資本が風力発電所等のことを買おうとして、そしたらアメリカにはその政権の中にですね、外国人 の、 その土地買収を吟味できる、チェックできる、精査できるシステムになってましたね。
オバマさんの時は大統領決裁、これは大統領がノーと言えるんです。アメリカの場合は、軍事基地の周辺、エネルギー施設の周辺という2に入り3に入り規制がされています。で、一回オバマさんがノーと言ったんですね。で、私たちは良かったなと思っていたら、中国資本もさすがのもんですね、名義を変えて別の会社が手を挙げたんですね。で、最高裁で判決が変わったんです。で、変われました。アメリカでもそうなんですね。アメリカの場合はインターネットで、日本でいう農務省ですか、農務省がインターネットで北米南米を地図を、全部の地図を載せましてね、何年何月韓国資本がどこどこを買ったとかですね、毎年公表してるんです。中国資本もそうです。ところが2年ぐらいだと思うんですよ、できなくなっちゃった。なぜかっていうと、あまりにも中国資本が買いすぎちゃって調査が追いつかなくなっちゃった。で、買ったのはいいけど名義変更なんかしてるもんですから、実態が分からないので。アメリカでもそうなんですね。あそこまでアメリカは州法でも規制してるんです。二重三重の網をかけているですね。それに比べて日本は先ほど申し上げましたけども、全くのノーゼロなんです。イギリスかどっかの大学がアンケートを調査したことがあるんですね。それは全世界で日本だけだ、全く丸腰なのは。で、先ほど彼の話をしましたけども、今のところですね、私びっくりしたのは、あるネットのテレビがあるんですよ、中国の。それを見てましたら、フランスで建物、家を買いましょう、マンションを買いましょう、土地を買いましょう、こう書いてるんです。日本は我々も買えるんだから、我々も不動産買えるんですよ、買いましょうっていう宣伝があるんです。どん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 進行してくださいってことですよね。そんなのが公に流れてました。したがってルールを作りましょうということで、ルール作りを考えていました。先ほど申し上げました、だから秀一さんなんかと考えたんですが、どういうわけか全然進まないというのが現実でありまして、でも足も出ないんです、全く丸腰で。戦争、武器のない戦争を仕掛けられているから、じゃあどうしたらいいかと必ずこういう話になるんですよね。これも伝えていくしかないですよ、普及していくしかないと思うんです。そのためには、例えばですよ、僕はよく言うんですが、朝起きて窓を開けたら、変な人が、日本語喋れない人が立っていて、今日から家建てるから、こういう冗談が本当に起きるんですよ。僕の知り合い、僕が住んでるところでも最近大陸の方が増えてきまして、ある僕の知り合いの不動産会社の人が言ってました。賃貸マンションで貸していたのに、ある日突然金が入らなくなりました。で、行ったら、請求に行ったら、住んでる人間が違ったと。で、その人間に聞くと、私は買ったんだ、先に住んでる中央市で買ったんだ、そんなの賃貸と聞いてない、じゃあ先にその貸した中央市にどうしたか分からない、大陸に帰っちゃう、音信不通です。から、問い合わせの件で固定資産税取りっぱぐれてる結構いるんですね。ところが本国に帰って、皆さんご存知だと思いますが、日本の法律っていうのは登記しなくてもいいんですね。登記しなさい、民法でも不動産登記法でも登記しなきゃいけないっていう文言はないんです。登記っていうのは転売するとき第三者に対する対抗だけで、規制はない。今は法務省が登記しなきゃいけないというふうに法律解釈しているようですけれども、だから分からないんですね。登記見るだけでは真の所有者は誰か、そういう状態なので、探し、固定資産税を探そうしようにも居場所が分からないんです。真の所有者というか、例えば海外に行った場合、追いかけるだけでもお金がかかっちゃう。だ、小さな自治体とは全く追跡調査ができないのは現実なんですね。だ、取りっぱぐれている額も結構あるように私は聞いてます。だから、その領土のみっていうのは、例えばですね、対馬もそうですし、北海道もそうですけども、最初インバウンドなんですね。観光客がどんどん入ってきて、でそれがもうどん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 入れ替わり立ち替わり入ってくるから栄えますね。次に何をするかっていうと、買い、土地を買うんですね。住むところから、それがどん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 北海道の場合は広がっていった。でその次は何かっていうと、教育ですよね。エネルギーもあります、水もあります、農産物もあります。農産物、北海道はどんどん中国に、李克強さんが来てから今どんどん輸出してます。
我々が食べるものがなくなってしまうんじゃないかっていうぐらい、コロナについては食料問題だっていう話も言われてますね。それぐらいの事態になってるんですね。だから不動産だけじゃなくて、安全保障っていうのは土地だけではなくて、教育もエネルギーも食料もいろんな安全保障がありますけども、一つずつ潰されてるっていうことです。最後は教育ですよね。で、教育を取られてしまうと次は主権の問題になると思います。だから中国と交流したがる人がいるのか、僕はそれは中国と交流したがってる人に聞いていただくしか分かりません。ただこれはですね、これは伝聞ですからね。よく友好関係ってあります。姉妹都市って日本人好きですよね、姉妹都市って。で、これはちょっと聞いた話で定かではないんですけどね、姉妹都市ほど危ないものはないって言うんです。日本人は姉妹都市を結べば信用できる、信頼できる関係構築できる。でも相手によってはこれほどいい日本に入り込む方法はないって言うんです。だそうですね、役所でも平気で入れるわけです。どん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 情報が漏れるというふうに心配する方もいました。それからゴルフ場の、グリーンキーパーというのは、これは地元の人です。それに実は北海道、北海道の場合は北海道の人です。中国の方というのはあくまでお客さんですよ。で、実態は全く知らされていないというのが。で、永住権の選挙権、これは選挙権は国政選挙ではまだダメですから、僕が心配なのは住民投票なんですね。その住民投票というのは普通は議会で決議しなきゃいけないけれども、常設型住民投票条例というものがあるといつでもできる。北海道、これは自己申告なので、北海道の場合は3つかまだ確認されてないんですよ。僕が調べたら5つか6つの自治体で常設型住民投票条例というのがあって、それはどういうことになるかというと、何か問題があって手を挙げると議会の決議を得ずに住民が住民投票できる。だ、極端なこと言うと、これは実際に地元の方が、その首長さんなんか言うんですが、地方行政が虐げられる、邪魔される、その危険性は結構あるって言うんですね。あるっていうふうに言ってました。だから外国人の参政権っていうのも大事な問題ですけども、この住民投票っていうのはものすごく身近な問題で怖い。で、4年間以上住んでると外国人、18歳以上の外国人が与えられます。からもう一つは地方自治法、この中にうまく住民投票を盛り込んだ地域もあるんですね。常設型住民投票条例を作らなくてもそれを見ると適用されて、それを入れると結構の数になるようです。で、これを最初に心配したのはアメリカ大使館。アメリカ大使館が北海道で、大使館が北海道を回った時にまず口にしたのは住民投票って言ってました。日本人は何も分かっていないと。首長さんさえもリコールできちゃうんでね、住民投票、その常設型が住民投票になるものができると。だから先ほど私言いましたビラトリという町、トヨルガの例ですからね、あそこはないんですけども、そういう声がこれから外国人が増えてくると、トヨルガっていうのは100人ぐらいの農業従事者がいるんですね。中国人がもっと増えてくると、そういうのを作らなければいけない、法律を考えなきゃいけないという事態になってきたというのは言ってました。それから北海道の学名で公明党議員がストップというのは私は経験ありません。あるのかどうか、少なくとも私にはありません。最後の一問にお願いします、はい、最後の一問、はい、そのですね、そうです、はい、はい、それでは、質疑応答を終了いたします。宮本先生に今一度拍手をお願いします。それでは、今回の総括といってもはっきり言って気が重いんですけれども、こういう話とはっきり言ってですね、こういう言い方したなんですけど、私は絶望はしないけれども絶望的だって言ってるんです。で、
やっぱりね、一番悪いのは私は国会議員だと思います。ちゃんと法律作らない。それで平野秀樹さんという方が宮本さんと一緒にお会いになって、平野秀樹さんの本なんか読むと、ずっともう10年も前から国会でそういう委員会を作ってやってるんだけども、それはみんなポシャってしまうんだと。だからこれは国会議員がもう絶対に責任があるわけでやらないんじゃないですか。で10年近く、10年以上もほっぽりかまらないしてるわけで、この罪は非常に重いと思いますよ。だからもっと国会議員を攻撃されて批判されなきゃいけないんだと私は思います。それからやはりね、安倍政権の場合にやはりですね、公明党と連立政権もしてることは私は関係があるんだろうと思います。特に公明党が国土交通省、これを握り続けていると、ずっと独占しているわけですね。私はこれ異常なことだろうと思うんですけれども、もうあんまり問題にならない。今度の菅政権でも同じですね。公明党がずっと、だから第二次安倍政権からずっとですね、交通省はですね、公明党が握っていると思います。でそれからもう一つはですね、川崎にいる人間としてはですね、この土地の買収に関しては法律は一向に作られない、放りっぱなしになっている代わりに、驚くべき迅速にできた法律、皆さんご存知ですか？ヘイトスピーチ対策法です。これはですね、何年か4年くらい前に、これあっという間にできましたよ、この法律は。それで初めは理念法だと、でそれからまた平時対策法を作った、発案したのは、これは自民党と公明党ですよ、野党ではないんです。したがってですね、私ははっきり言って安倍政権はですね、ずいぶん悪いことをやってるとはっきり思います。そういうふうに思います。でそれが現在、初めは理念法だと言って問題にしてたけれども、それがですね、現在ですね、川崎の条例ができるようになったということになりました。それで何十万円かなんかの罰金をなんか取られるというような、そういう条例までできてしまったわけですね。それで、中国、韓国の問題ですけれども、やはりですね、この対策、ヘイトスピーチ対策法も、やはりですね、今は韓国系のですね、コリアン系の問題になっていますけれども、本命はやっぱりですね、シナ人、中国人だと思います。で、したがってですね、これをどういうふうにしていいのか、私には分かりません。で、けれどもやっぱりですね、政権と政治に握ってる人と、それから政治家と、それからやはりですね、その問題を広く世に知らしめないメディア、この責任が絶対的に重要だと思います。総括としてはですね、あまりなんかできませんけれども、私が一番感じているのはそういうことです。以上です。